こんにちは、すずめです。今日はですね、なんとなく動画のオープニングの部分を作ってみようかと思いまして、その結果をご紹介します。まず、計画性は全くなし。近所で撮った映像と写真で思いつきで作りました。それがこちらになります。作ってみてちょっと暗いかなと思うんですよね。それでもせっかく作ったんで、使ってみようとは思ってるんですけど。2本目がですね、かっこいい BGM を見つけたんで、この BGM に合わせて作ってみようと思って作ったやつです。それがこちら。これはですね、かっこよく作りたかったんですけど、自分の編集技術と良い発想が出なくて、逆にかっこ悪くなったなと思うんで大失敗です。BGM はすごいかっこいいんですけど、今日の反省はですね、やっぱり映像を作るときは、計画性を持って作らないと、かっこいい映像は作れないって思いました。それとまだまだ勉強が必要だなと。ちなみに使用した編集ソフトはダヴィンチです。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。